はい、これからインナーマッスルを鍛えるトレーニング、レベルごとにお伝えしていきます。まずはレベル1、簡単なやつから。まずね、座ってやります。ちゃんと姿勢を正しく座っていただいて、体をこうやって左右に揺するだけです。この時にお尻の骨、座骨ですね、座骨の骨が椅子の座面にコツコツ当たっているのを感じ取ってください、ね、骨に刺激が入ると脳に刺激がいくそうです。はい、慣れてきたら足を浮かせます。浮かした状態で、はい、体をゆすります。座骨が座面に当たっているように。はい、左右やったら今度は前後です ね。まず足をつけて前後に体をゆすります。背筋は伸ばして、はい、慣れてきたら足を浮かせます。前にこけないように。はい、前後やったら今度は斜め方向にやりましょう。まず足をつけて斜め、斜め後ろ、斜め、斜め後ろ。はい、足を浮かせてやります。斜め、斜め後ろ、斜め、斜め後ろ。はい、反対側もやります。斜め、斜め後ろ、斜め、はい、斜め後ろ。はい、慣れてきたら体を回しましょう。体回します。はい、足を浮かせてできるかな。前後左右斜めの全部複合です。結構難しいですね。反対側いきましょう。って感じです。はい、今度はレベル2、今度は立ってやります。足をこういうふうにします。膝ピンと伸ばしましょう。そしてこう、こうです。片足でバランスを取りながら正確に動かします。膝を伸ばします。はい、慣れてきたらこう、足をこう回して戻して、こう回して、こう。はい、慣れてきたら回しましょう。こっち膝、つま先ピンと伸ばします。コツはね、とにかく姿勢を良くしてお尻の穴がね、こう開かないように、こう開いちゃう、お尻の穴が開いちゃうとね、バランス取りにくくなるんでね。あらら、ら崩れた崩れた崩れた、ね、しっかり、おっと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 、しっかり膝を伸ばして姿勢正しくして、こんな感じです。最初のうちはね、何かに捕まってやるとか壁に寄りかかってやってもいいと思います。以上です。はい、今度はレベル3、これは難しいですよ。立ったまま靴下を履きます。わざと目立ちやすいように赤い靴下用意しました。バランスを取りながら膝を曲げて、膝を手も、ね、胸元に近づけて、正確につま先に靴下を通して、ちゃんと靴下を履いて終わりです。ぜひやってみてください。